を繰り出した宮古島ナンバーワン漁師久高。マグロ跳ねた。自慢のルアーと長年培った技術で大物を仕留めることができるのか。しかし、しゃくれどもしゃくれども当たりなし。いれば釣れると豪語していた久高もこれにはただただ呆然とするばかり。意気消沈で港へ帰って、あーい、変なことしてるね。はい、ザイアン釣り上げたのは、あったよ、手が、よしさんだ、やった。